遅いんだ。あ、これ誰だろう。ちょっと待って。発見さんです。ありがとうございます。カサイダー。一生決まんないけど。はい、本日は何でしょうか。はい。551の帰りでございます。帰りです。はい。551食べれなかった帰りです。はい。もうお腹空いてますよね。行き道からお腹空いてるですね。はい。はい。そうですよね。で、まだ少しお時間もあるということで。はい。前々から僕気になってたことが一個ありまして。気になってたこと。はい。我々関西出身だと、うん、街にたこ焼き屋さんっていっぱいあったじゃないですか。ありました。家の近くにもあった、徒歩3分。で、どこどこのたこ焼きうまいみたいな話もあるし、うん、どこどこのたこ焼きは安いとか、うん、で、なんかお気に入りの街たこ焼きみたいなのが、一人一個あったような気がするんですよ。うんうん、はいはいはい。でも、東京って意識して見てないからかわかんないですけど、街のたこ焼き屋さんってあんまりないんじゃないかと。あー、なんか観光地っぽいとこ以外ないかも。普通に大阪みたいな感じで商店街の中にポツンとか、商店街じゃないわ、家並み、なんていうんですか、住宅地、あ、住宅地住宅地の中でポツンみたいなのあんまりない気がする。確かに。そうですよ、ね、あとね、チェーン店とかありますけどね。あ、そうですね、うん、チェーン店はたくさんあるんですけど、いや、東京の町たこ焼き事情どないなっとんねんと。おう、確かに気になる。味の違いとかもあんのかいと。うんうんうん。いうことで、ちょっとお時間もあるんで、はい、東京中をですね、うん、探し回ってやろうじゃないかと。あるかな、そんな簡単に。全然今結構大通りですけど、ないよ。まあ、ちょっとリサーチしたところ、渋谷付近？渋谷付近。ある。暑いんじゃないかと。東京のたこ焼き暑いんじゃないか、渋谷付近。へぇー。で、まあ、たこ焼き居酒屋みたいなのが多いんですけど、うんうん、まあ、いわゆるその町たこ焼きですよね。うんうんうん。があるのが、ちょっと渋谷付近何軒かありそうなので、はい、ちょっと手分けしようかなと。おぉ、はい、チームリッカチャンネルで、チームリッカチャンネルで、はい、手分けして。私が11時オープンの店が2つあるんで、はい、先ほどのようにですね、私単独でまず買ってくるたこ焼き屋さんがございます。はい。で、お二人マネージャー様と井原さんは11時オープンのたこ焼き屋さんに行ったと。ああ、なるほどなるほど、はい、最終号、最終号いいですね。はい、ちょうどお腹空いてるから。ただ万が一、万が一私が買えなかった場合、はい、で申し訳ないと。途中下車追って帰っていただければと思います。あいつさんやったよということで、追って帰っていただいても構いません。何も、じゃあ今回何もないですよね。じゃあこれをできなかったとしたら、私たち紅生姜の天ぷら、あ、紅生姜の天ぷら戦利品ね。はい、うんうん、食べただけやと。そう、何やったやと。うん、何やったやこの数時間あらすかしてからね、稽古前にドライブ。こっちは YouTube でいっぱい食べるって聞いて、あらすかしてきとんねん。何も食べてきてないのに。そうですよね。うん、見つけたい、さすがに。さすがに見つけたいと。はい、ちょっと東京バスタクラス以上してうんうん、いうことです。やりましょう。いいよ、今もう欲がすごいから、食欲が見つけれる気がする。昨日の時点では全部食べられなかったらどうしようっていう、お腹いっぱいになる心配をしてたぐらいだったんで。うそ、なんならペコペコ食べさせてくれ。そうですよね、うん、でもないですね、こうやって注意深く見てみても。はい、アイスとか、とりあえず見ていきましょうか。行きましょう。時間がもし許せば、そのところも、うん、という感じで探して。でもたこ焼きとコーヒーも気になるんですよね。気になる、たこ焼きとコーヒー。たこ焼きとコーヒーのお店が合う、それって。でも井原さんどっちも好きじゃないですか。
俺が超好き。小焼きもコーヒーも。でも組み合わせってものがあるからね。この行列はたこ焼きだったりする？整理券配ってる？そう。いやこれベビタッピじゃない？あと100メートルです。いやいや、こんだけファミリーいるのベビタッピじゃない？ベビタッピって何？タピオカのさ、YouTuber の方がやってる。しなこさん。はぁ、ここら辺行かんかったかな、私。ラビットかなんかで。ラビット。あ、ほら、ベビタッピだよ。ベビタッピ並んでました。着きました。じゃあ、竹下通り沿いの1店舗で私行ってきますので。ありがとうございます。空いてることを祈りつつ。はい。では、後ほど。後ほどお会いしましょう。お会いしましょう。行ってまいります。ありがとうございます。コーヒーたこ焼きもこの近く。あと5分で着きます。お、近い。すごい細そう、道が。こっち側ラフォーレのとこですよね。そう。ああ、細そうですね。そして人いっぱいいるとこじゃないですか。なんかクッキーさんの展示会みたいなのここら辺でやってて。うん。お店と、人がいっぱいだった。なんかちょっと表参道の裏。ほら、こんなとこにあったの。ありました。めちゃくちゃおしゃれな、やってクローズ。クローズじゃない？え、看板がクローズって出てた気がするんだけど。そう、ちょっと降りて行ってみます。自撮りで。あ、行ってきます。お願いします。これを見ついたので空いてるかちょっと分からないけど行ってきます。あった、わらだこ。お疲れ様です。ありがとうございます。おかえりなさい。たこ焼き大集合。ピスドールと表参道たこ焼きもあると思ってなかったけどしかも丸出しのたこ焼きで。そうなんですよ、丸出したこやつを。あ、ありがとうございます。あ、美味しそう。なんか一番乗りでした。あ、これサムネ。サムネですね。3つ出してた方がいいのか。あ、3つあるんですか。はい、1つ。お、一人1個ある。お、こっちが激辛。激辛、うわ、辛そう。なんかたっぷんたっぷん。ちょっとこっちでインサート。塩ネギ。塩ネギ。これがノーマルたこ焼き。たこ塾さんの。たこ塾ソース。たこ塾ソースです。オリジナルかな。食べましょう。普通のからいくかな。たこ塾さんの。6個入り700円。おお。8個入りで800円。どんなもん？ちょい。どう、まあ1個100円。8個入りだと1個100円ですよね。6個入りだと100円ちょいって感じですかね。いただきます。うん、うん、結構生地が中トロなんですけど、外がパリっていうぐらいパリパリ。ちょっと何やろこれ。焼いてる時に途中で上から油ぶっかけてたんですよ、うん、あ、じゃあいわゆる銀だこっぽい感じ、うん、銀だこっぽい、ちょっと揚げ焼きみたいな感じ、うん、だったかもしれないです。うん、うん、うん、うまい。ネギ塩ソースがトロトロ系、しかもめっちゃやわや、やわか、やわやわ。いただきます。うん、あ、これネギ塩やけどしょっぱすぎない感じです。なんかネギ塩あんみたいな感じ。あん、あんっぽいです。あん、ちょっととろみのある、うん、ドロンドロン系です。
どちらかというと大阪っぽいのかな。あ、大阪はトロッとした感じ。うん、トロトロです。銀だこは結構パリパリじゃないですか、うんうん、ドローンって感じ。銀だこは築地が本店ですもんね、うん、そうなんですね、うんうん、初めて知った。築地が本店だから、だから多分関西に進出してきた時になんじゃこれみたいな、なんかもう別の食い物感ありましたよね、うん、うんうん、私好きですけどね。俺も好きです。次、激辛。激辛ってどれぐらい激辛なんやろ。え、伊原さん、激辛はいけるんでしたっけ。唐辛子系はいけます。うんうん、山椒系ちょっと苦手やけど。いただきます。うん、激辛ではないかも。ピリ辛。うん、うん、ちょっと待って、私辛いの苦手なんだけど。あ、いけるかな。あ、後味辛いかも。あの、どういう系って言ったらいいんやろ。コチュジャンじゃないけど、うん、なんて言ったらいいんですかこれ。唐辛子でもちょっとしびれ系ですよね。うん、後味ちょっとしびれ系、舌がピリピリピリみたいな。それがマヨネーズでちょっと緩和される。あれなのかな。私端っこ食べたからギリいけるけど、タレめっちゃかかってるとかやったら結構辛いかも。じゃあやっぱ激辛なんだ。うん、むずいな。なんて言えばいいんやろ。唐辛子系な気はする。うん、唐辛子系ではあります。普通のやつ、大きさもちょうどいい。なんか小さくて大ぶりで、いや美味しいですね。なんか別にそんな東京やからみたいな、うん、ない。そしてなんか久々にたこ焼きを食べたからすごく美味しく感じる。うん、美味しい。しかも表参道ですよ。ディオールの前で食べた。ディオールの前。おもろ。いいですな。美味しい。あるもんですね。551億満たせました。551億は満たせないですよ。大阪欲はどうですか。あ、大阪欲はなんか、うん、頑張ろうって感じです。この後稽古頑張ろうって感じにはなりました。はい、美味しい。こんなところにあるなんて。何だかですよ、ね、原宿京本サンド。関西人としては嬉しいですけどね、こんな表参道ど真ん中に。ラッキー。はい、そんな感じでご飯にありつけて私は満足です。ありがとうございました。ごちそうさまでした。こっちの動画もおすすめです。よかったら見てね。